黒川通気黒川通力から1903年3月6日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将、男爵、伊予小松藩士、黒川貞之野城の長男として生まれる。小松藩県所属を経て明治政府に出資し、兵部省九門省有、九門大輔、九門県政、九門政を歴任し、1872年、 陸軍省六党首市、陸軍裁判所表示献金となる。陸軍裁判所長、軍馬局長などを歴任し、西南戦争では、別道第四旅団長官代理として出生、さらに別道、第二旅団参謀長を務めた。1878年11月、陸軍省省に昇進。広島賃代司令官、中部官軍部長心得などを歴任し、 1885年5月、陸軍中将。名古屋賃大司令官、第三師団長、第四師団長などを経て、1893年11月、東宮部官庁検討宮ルダイに就任。1897年10月に休職した。1902年10月21日、予備役に編入。1887年5月24日、訓行により、 男爵に除され、家族となった。1903年3月6日、没、61歳。妻は、筆代平成新州旧家族家計体制には、以下の一難三女を乗せる。獅子の黒川三木太郎は、貴族院議員を務めた。三木太郎の死後は、養子の黒川秀夫が後を継いだが、秀夫が1937年に没した後就職の、 手続きがなされなかった。ありがとうございます。